風に香水ながらも入りましたね。山の中突っ切ってくんで、意外とこれ早いな、いいな。覚えとこ。170号線で行くといいんですね。で、そのまんまずっと富田林の方まで、富田林までも出ちゃった方がいいんでしょうね。で、ここはここでまた奥川地黒丸の里。へえ、いろいろありますね。道の駅は先のところを曲がってちょっと行かないといけないんですね。飯屋さん、今日はやってないのかな。コーンが立ち寄ってますね。あ、中尾も出てくる。 0.35km 細かく書いたね。ファミマ、あ、で餃子の面白いのあたりになった。うどん屋さんとなりつつ、で餃子の王将もあってね。え、飲食店いっぱいあるじゃん、ここ。カムクラ、あ、カムクラって聞いたことある。あれですよね、大阪では結構有名なチェーン店ですよね。確かあれですよね、ちょっと天理ラーメン近いような感じの作りだったっけな。うん、一回行ってみたいなと思ってたけど閉まったな。でここは唐揚げ定食屋さん。へえ、飲み物だけどっかで買おう。パチンローソンはパチンコ屋の中にあるのか、ちょっとあれですね。他にまああるでしょ、この感じでしたらね。他にも、あ、そうや、さっきもありましたね、油瓶。安いんでしょうね、きっと酒が。よし、日の屋も出ました。いろいろあるな。大桑31もある。工業団地前、いいですね。大桑で、金玉あるんだ。ここは丸亀か。利休屋さんに5分ありますね。寿町で、ね、ジークさん結構会社も走ってますね。おゲオもある。いやー、そうってますね。モスバが向こうにあって、でマクドもねありますね。さっき田村もあって、おっと、いろいろある。あ、松原ある。ここ駐車場広そうだし、ここの松原ちょっと寄ってってみましょうか。ついでにちょっと飲み物もね調達がてら。松原さんだったら安いでしょ。買い上げの方も有料駐車場なんだ。店舗ご利用で、店舗ご利用で500円。そうか、さすがにジュースを買うので500円駐車場払うのもあれですからね。マスクとかも全部反対側なんですよね。ああ、さすがに朝から何も食ってなくて、まだサンドイッチ1個ですもんね。さすがにちょっとまだお腹余裕ありますからね。あ、でもね、あれです、健康診断からなんやかんや2キロ痩せましたね。結構順調に落ちてますよね。うん、排気汚染測定局なんてあるんだ。へえ、排気汚染を測定してるらしいです。あ、なんか機械が置いてあるわ。
ぶしゃぶ屋さん、ちょっと高そう。で、これが河内中野の市役所なんだ。あ、柿の葉寿司の田中さん、こんなとこにあるんや。へえ。せめてね、夕方までに奈良には入りたいですからね。しかし、これ充電しながらバッテリー気にせずに全面展望を撮れるようにしたったのはあれですね。無駄に回すんで、編集くっそ大変そう。すでに8時間分ぐらいデータ入ってますからね。8時間で聞かんか。10時間ぐらい入ってるのか。うわぁ、どうしよう。ザ・ダイソー、なんかあれですね、お店が基本向こう側にあるのがちょっとあれですね。こっちからだと入りにくいな。あ、それこそでもお茶買うんだったら別にあそこでもいいのか。ドラッグストアでもいいのか、安いし。もう謎のリサイクル屋さん、出てきた。ファミマでとりあえず飲み物買おう。お茶が切れちゃいますからね。言うて今日も歩いてましたからね。ほんと4万歩超えてるんじゃないですか、このね2日間で。すごいな。あ、アストロプロダクト、こんなとこにあるんだ。やっぱ大阪の方に強いんかな。すごい変わった駐車場やな。へえ。よっ。飲み物だけ買ってきましょう。さあ、すんなり買ってきましたけどね、これ、この辺り面白いですね。見たらね、河内長野市町店ってなってたんで、何かなと思ったんですよ。で、こんな感じで、河内長野市町店ってなってたんで、町っていう町なのかなと思ったら、そうじゃなくて、河内長野市市町でいいのかな、これ。市の町で、市町かなっていう、こんな地名あるんですね。っていうファミリーマートさんに寄ってきました。河内長野市町店っていうことみたいですね。へぇ。で、買ってきたのね、なんか三菱サイダーのソルテっていうのが売っとったんでね、写真を今から撮ったのをまた入れときます。よいしょ。なんかこんなね、ちょっと塩を一つまみ入れてあって、で、あれですね、ミネラル補給もできますよっていう、ことらしいです。ちょうどね、三ツ矢のソースも買いましたからね、これは三ツ矢のサイド、あ、確かにちょっとロゴマークの感じもちょっと違いますね、矢の感じが、矢がの先っぽがあっちありましたもんね、ソースの方は、並べて出しとくから、こんな感じね、ロゴの違い、これ糖分も、あ、糖分も入ってんだ、よし、これでなんとか。長まで乗り切れるかな。途中でちょっとまた近所の店とかあったらね、結構この時間なんでアイドリングタイム入っちゃってる店も多そうですけどね。